はい、皆さん、こんにちは。菅井貴之です。いつもありがとうございます。今日は、Twitter、もしくは、どっかの SNS で書き込みを見て気になっていた、ファイン投入というのをやってみたいと思います。美容にいいみたいなので、もしよかったら継続してみようと思いますが、ダメだったら、多分今日限りで終わると思います。材料は、とりあえず豆乳とパイナップルの、ジュースを買って、ぶっ込めばいいみたいなこと言ってましたので、やってみまちょっす。とね、蓋開けてないので、よいしょと。さすがに、あれですね。片手でやるのはちょっと必要ですね。はい、それぞれ。はい、開けました。と。はい、ポン。はい、コップ。なんかパインの匂いがいいですね。はい、豆乳。とりあえず、どんぐらい入れりゃいいのかな。まあいいや、こんぐらいで。はい、パイナップル。ああ、危ない。もうちょっと入れるか。あ、ちょっと多いかな。カラ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 。いただきまーす。割合がわかんないけど、ちょっとパインの要素が強かったかなという気がしますが、悪い気はなんなかったんで、ちょっとしばらくやってみたいと思います。皆さんもしかしたらゲホゲホとか吹き出すことをイメージしてたと思いますが、そうはいきませんでした。ということで、以上です。ありがとうございました。